どうした鉄を。ウェスカーかよ。なんだどうした。俺の車に引火して大爆発を起こしてしまって。いたー。ナルさん。俺のこといつも影から支えてくれてありがとう。アンブレラへようこそ。レッツゴー。死んでしまう。早くね。200オーバーしてるやん。どうした鉄を。ウェスカーかよ。なんだどうした。いや早えなこの車って思って追っかけたんだよな。これパラゴンか。パラゴン、パラゴン。あー最近来てるね。ホーさん、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。おはよう。1週間ぶりなんですけど。あ、どうもお疲れ様です。お疲れ様です。どうもどうも。免許取ったか。捕まったんかい。免許、免許取った。あ、はい、え、はい、まあ、持ってます。もう取った。持ってます。持ってますよ、免許。なんかね、と捕まってたよ。は？なんで？イベントテロ罪で。イベントテロ罪？ちょっと待って、それ見たかもしんねえな、ツイックスかなんかで。エボイさん、ちょっとスマホ出してもらっていいですか。いや、それほどでも。褒めてねえよ。はい、ああ、いやはや。いやはやじゃないの。で今日のおはよう惚れるなよ、もう捕まってる写真やない。そうそうそう、捕まってるやつ。何したん。何したん。爆破テロです。仮想した爆発でしょ。爆発。仮想した爆発。いやいや、そんな。いや、照れるとこじゃないんだよ。頭かくな。爆破テロです。どこ爆破したんだよお前。PYC の近くです。そう、めっちゃ近くのとこでバコーン。あれ、はい、あれ、動画撮ってたとかじゃなくて。いや全然、ちょっと鳥のがおちょくってきたもんでびっくりさせてやろうと思ってノズル引っ張って爆発させたら俺の車に引火して大爆発を起こしてしまって、たまたま通りかかったキーモットに捕まりました。たまたま通りかかったキーモット。捕まった人もちょっと運がなかったな、それ。救急隊は今働くの自粛してます。あ、なるほど。そうなんだ、自主的にね。犯罪者なんで。犯罪者なんでね。はい。よく首切られなかったね。いや、隊長がいないだけで首切られる可能性は残ってます。そうか、可能性はあるのか。首切られると思ってます。思ってんだ。だって重犯罪なので。重犯罪だよね。そうだよね。まあ重犯罪なんだ、やっぱ不徳の致す限りかなと。そうか。え、今日のラインナップはどうですか。今日のラインナップはこちらの後ろのシルバーのやつが本日発売の、クラシックスポーツのモンロー。モンロー、はい、ボタリンさん。8億。みんな言うボタリンに買わせようって言ってるから。おお、これボタリンさんだ。ソールトフラット600ってやつ。忍びのあれか。あ、これ今日のやつだ。なんかね、もうすごく早い。バックスウェール。いや、これなんて書いたの。サルフ、サルフ17番。おい、優しく折りたたむなよ俺のこと。化け物。あ、これあれじゃん。そうかもしれん。なんで俺こう、あっす、あっす、あっす。いや、いや、今貫通するのかなって確かめただけ。こんなするわけないだろ、走行車だって。あー、無敵無敵。まあ、ちょっとびっくりするけどな。あー、全然大丈夫だわ。うん、全然いけるわ。どっからでも耐えれるな、これ。うん、どっからでも耐えれる。ほんまか。うん、これ実は無敵じゃないぞ。でも、え、嘘。いたー。いてーよ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 ー。死んだ。助けてー。死んじゃう。ああ、降りれない。いてよ。死んだ。死んじゃった。死んじゃった。あ、鉄を。いてよ。鉄を死んじゃった。個人予防大丈夫か。鉄を。血管があったか、この車にも。そうなんだよ。いや、正面は弱いんですよ。俺、昨日イベントテロ罪しちゃってさ。イベントテロ罪した。お前、はよ入れよ、うちじゃ。
あ、来た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 。あ、すいません、お願いします。はい。ありがとう。危険性は大丈夫？あ、ないです、ないです。ないです。いねえんだよ。昨日 も、いや、今日はわかんねえけど。その時の鳥の銀でしょ？でも鳥のじゃなくて隊長じゃないといけないんだよ。あ、そうなんだ。最高責任。おーい！あれ？おーい！黒側の値段で処方しました。ああ、私にいいよ、私に請求して。あ、いいのか、いいっすか。鉄を会いに行こうぜ、鳥の銀に。行ってどうすんだよ。で、クビになったら打ち来いよ。お前はほんまに。え？よくね？ほんまにさ、打ち来いよ。ほんまに俺のこと大好きやな。うん。おうじゃねえよ。いいや。もうええやろって散々言っとるやん。なんでそんな人足りてねえのか。人足りてないな。嘘つけ、めっちゃいるだろ。いないいない、マジで。なんでね。みんなやっぱり今日もなんなら行ったよ。今日も挨拶しに行ったよ。そしたらなんてバカかって言われて、なんなら俺のイベントテロ罪あれなんで、鳥の銀も関わってんだよ。何したのちなみに。だから俺がこの車にガソリンを入れようとしてて、うん、でそしたらたまたま通りかかった鳥銀が俺の車をこづいてバイクで、うん、で俺の扉を取ったんだよ、ガゴーンって、はい、だからなんだお前っつって俺がムカついたからびっくりさせてやろうと思ってノズル引っ張って大爆発させたんだよ、うん、そしたら思いのほか爆発がでかくてこの車に引火して、うん、大炎上したんだよガソリンスタンドが、はいはいはい、そこにたまたま通ったキーモットがイベントテロ罪だっつって俺のこと逮捕してで1億切って俺プリズンだ。1億切られたのお前。もう1億切られちまった。おーおーじゃねえ。よし、じゃあこっち側の人間だお前は。なんでだよ。おい、ふざけんなよ。おい、おい、アルサインじゃねえかよ。イベントバッグだ。なんで？どうしたの？おはようございます。おはよう。すいません、クビにしてもらいに行きました、こいつを。ダメだよ、ダメだよ。クビできないですよ。え？どうしてする？どうしてクビに？イベントテロ罪昨日切られて犯罪者なんで。はい、出タイミングで来たな。1億罰金払ってプリズン行ってるらしいんで、こいつもうクビでしょう。だっていやプリズンぐらいじゃねえ。プリズンぐらいじゃ。ほらな、ベスカベスカ無駄だぞ。救急隊はな半分ぐらいなくなりますよ、そんなんで。まだベスカ医療崩壊起きちゃうよ。医療崩壊。プリズン行ったぐらいで多分ここ半分以上吹き飛びますね。じゃあちなみに何したらクビになるんですか。まあ汚職っていうかやばいことをね。やばいことしてるでしょこいつ。いやいや、普段からプリズムぐらいじゃね。でも鉄を出して許されるか。あー、そんな感じなんだ。大型にやっぱ混ざってればもうおしまいですけどね。自らの意思やってるかどうか。なるほどね。はっきり分かったら残念だな。鉄を良かったなお前。俺残れるのかもしかして。残れるっぽいぞ。いったラルさん、カルガリの仲間が作ってくんで。ありがとうございます。ありがとうな、弟子。クビにしてもらいたかったんですよ、ラルさん。私はいったー。聞いてない、聞いてない。聞いてないわ。ラルさん、一番でした、君は。さすがだ。こんな時にこんな時にちゃんと俺のことぶってくれるなんてな。一番でした。ありがとうな、いつも。怒ってくれることあんまないからね。そうだよ。俺のこといつも影から支えてくれてありがとう。というわけでベースカーさん、まだクビになりませんよ。あ、ベースカー。ん？あいつ優秀だぞ、こいつ、このチリゲ。もう、あ、違う、このチリゲ、チリゲ。このチリゲか。うん、こいつ持ってって、こいつ持ってっていいよ。うん、こいつ持ってっていいよ。こいつマジ優秀だから持ってっていいよ。優秀だから欲しいけど、チリゲは絶対無理だからな。いや、いけるいける、押せばいける。うん、押せばいける。チリゲ、アンブレラへようこそ。レッツゴー、レッツゴー、ゴーゴーゴー。あれした。俺が辞めるときは鉄、お前もクビにしてから辞めるから。ふざけんなお前。
ハッピーセットは。マジか。もうまたお前のやらかし期待してるからな。これは。おいドア。死んでしまう。